女性、女性は中国語漢末期から三国時代にかけての武将、クレに仕えた。字は、文先。女手老や軍拠点の人。子は女、女会。戦乱になると、故郷を離れ南下して、クレ軍に避難し、仮住まいするようになった。度胸と気に熱いことで知られるようになったという。孫権が孫作の後を継ぐと別虫場となり、兵士500人を預かった。 最早県庁となり、江夏の公訴の進行を食い止める任務を与えられた。ある時、公訴のこの記者が数千人を率いて、長江を降り、攻撃してきたことがあったが、女性は二百人に満たない数でこの進行を食い止め、後者を徹底的に破ったため、後者は二度と攻めて来ないようになった。この功績により、行為となり、仏庫権令になった。臨場で、 山越の不服住民を制伐して、功績を上げ、中老将となり、兵士の監督と選抜の任務に当たった。215年の合否の戦いでは、曹操軍の長領の不意打ちに、先見部隊の一人として、女性が負傷したが、自らも奮戦した。後続部隊にいた藩将とガヒ都氏に救援された。部下が旗鉾を失ったが、ガヒ都氏が失ったものを拾い上げた。 217年、曹操が10万人以上の軍勢を率いて、十九値に攻め寄せると、十九値の戦いにおいては、賞金は、両毛と共に、諸軍の葬式を取った。女性は、以前のこともあって、賞金を恐れていたが、賞金は、女性の優れたところをしばしば褒めた,たいたため、女性も、賞金に振幅し、また人々も、賞金の徳を褒めた,たえることになった。孫は、 賞金に理由を聞き、支援にとらわれない態度に感心した。曹操が大軍を率いて、横井陸岸への進軍を試み、女性は諸将たちと封置した。女性の猛将も強風によって流され、船は曹操軍の岸下に落ち、諸将は恐怖して出ようとする者はいなかった。女性は一人で部下を引き連れ上陸すると、有望にも、総勢の敵陣に突き込み、 10倍以上の敵軍を蹴散らしたり敵軍を打ち取る。敵軍が女性の凄まじい攻撃にそう崩し死傷することが多くて全軍が大混乱に指揮崩壊して改装した。その後女性は天候が回復した後に堂々と帰還することができた。孫権は彼の郵送を大いに称賛した。221年には創費の即位を承認した孫健が 豪の位を与えられることになり、死者の警邸が訪れた。警邸が尊権に対して傲慢な態度をとったため、長所をはじめとする軍心たちは皆立腹したが、女性は堂々と一歩進み出て、我々、神明を落として、国のために尽くし、元やらく、破食を憲兵できずにいるため、主君に名約を結ばねばならないようにさせてしまったと言い放ち、号泣した。 これを聞いた経典は痛く感服し、高等の諸将はいつまでも下についてはおるまいと考えた。女性は剣務将軍となり、都弟校に封じられた。さらに、露光大使となり、臨場剣を捧ぐ優として与えられた。職官の劉備が、清涼に攻め寄せると、陸村たちと共に、迎撃の任に当たり、職軍の取り出を奪取し、軍を進めるごとに手柄を立てた。 英安に逃れた劉備を捕らえるために、藩将や宗賢たちと上がって上層したが、孫賢は宗庇に備えるべきとする陸孫たちの意見を取り上げた。義の早急が十万以上の軍勢を率いて、道口に攻め寄せると、両藩や前宗と共に、長江を渡って迎撃しようとしたが、暴風雨により多くの船や人員を失った。結果的には暫定をかき集めて、早急と長江で退治した。 早急は大軍に戦乱で女性を攻めさせたが、女性はやもめ勢で敵の大軍を食い止めた。早急は女性を攻め破れず、かやそを積んで女性を焼こうとした。しかしこの作戦は見破されており、逆に早急の戦乱が女性の焼き打ちにあって撤退した。成功した女性はさっと立ち去り、早急は何も得るものがなかった。 義の襲撃を見破り散々に打ち破ると、早急が増波を派遣して、再び来襲したが、女性、前奏は増波を反撃して破り、インドを打ち取った上に、数百の敵兵を追撃して切り、勝利に乗じて、早急と長領などを打ち破り、義軍を撃退させた。儀との道口での戦いで功績を挙げて、女性は、安藤将軍、武庫公に、進む風された。 224年、総儀が、自ら10万の軍勢を指揮し、長江沿いに、南下してきた。女性は、刑を立てて、兼業より囲いへを築いて、薄落ちを作し、囲い上には、仮炉を設け、絵中には船を浮かべ、沿岸数百里に及ぶ、偽の城壁を建造しようとした。諸将は、無意味だと上がって反対したが、孫賢は、女性の偽城策を受け入れた。義軍は、 豊漁に至ると、クレ軍と川を隔てて退治した。宗儀は百里義城を冒険して愕然とし、義軍は驚いた。香水も森長となり、宗儀は義に戦の武器があっても使い道がないな。彼には未だ人材が多く、攻め取るのは難しいと簡単した。大波による敵の戦団を転覆させたため、クレに流れ宗儀も川の岸に閉じ込められた。偽城により、 義軍を撃退し、高騰の諸将は女性に警布した。その後、後部年間に没したという。小説、三国支援儀では、新たに高頭の主となった孫権が広く、人材を求めた時、招かれて、家臣となった人物の一人として登場する。武勇があり猛将想肌の人物として描かれている。当初は、周遊の側近武将として、帝邦と、 ペアで行動することが多く、赤壁の戦いで盗難の風を祈祷で呼び寄せた、諸葛亮を殺す命令を受けるが失敗し、さらに孫夫人を連れて逃亡しようとする劉備を、帝宝と共に抑留しようとするが、孫夫人に一括されて取り逃がし、賞金や周安氏から叱責されている。周瑜の死後も武将の一人として、各場面で活躍した。合飛の戦いでは奮戦して、 敵を切り抜ける活躍を見せた。十術口の戦いでは、曹操が40万以上の軍勢を率いて、呉に攻め寄せると、長領、利天、女皇、宝徳などを派遣して、孫権軍を攻めると、巨著に命じて、孫権軍を分割させ、自ら本陣を率いる。東重ねともに、曹操軍を迎撃すると、女性は、数百人を率いて義軍に切り込む。 李天軍の陣地を縦横に挟まわっていた。孫権が窮地に追い込まれた時は、孫権と共に敵中に取り残される。周康氏は一人で曹操軍に切り入ると、孫権と共に敵軍に突撃し、獣医から脱出した。孫権は周康氏に女性の救出を命じるので、周康氏は女性を助けるために戻ってきて一人で曹操軍に40万の中に切り込み、 女性は、周安氏と共に獣医を突破したが、脱出した二人とも負傷した。生死にある、負傷することはなかった。孫健と女性は、曹操軍に包囲されることもなく、逆に曹操は孫健に包囲されて大敗した。また、女性は一人で部下を率いて敵軍に突撃を、観光し、敵軍の士気を崩すばかりでなく、そして、 敵前軍を死傷させて敗走させた。生死にある孫権が豪に封じられた場面での言動や、孫肥を欺いた偽情のことは演技にも描かれており、これが女性の存在を際立たせている。孫肥との戦いは、生死における224年225年の二度の高流戦が合併となっている。孫権は陸孫を総対象にして迎撃しようとするが、慶州の守備があって駆けつけられない。 そこで、女性が自ら志願して、総大将となり、義軍を迎え撃つこととなっている。副将として、帝邦の他に、孫将をつけられるが、孫将が何度も意見を置くことにして、命令にも逆らったため、やむなく処刑しようとする。孫権が割って入り孫将は、処刑を免れたものの、孫将は、反省を示すことなく、間もなく、女性に、無断で義軍に奇襲をかけている。しかし、 女性は帝邦に命じて、尊称を援助させるとともに、聖子同様の偽情景を成功させ、義軍を撤退させることになっている。さらに撤退する義軍を、尊称や帝邦が奇襲し、女性も追撃をかけ、大打撃を与え、最後は、足の追い茂った箇所を、義の大戦団が進出しようとしたところを日攻めにし、30万の大軍を粉砕している。 ちなみにこの戦において義軍が受けた被害は、石壁の戦いに匹敵するものとして描かれている。ありがとうございます。